ールドアカデミーの時間です。本日のテーマは日本のこれからのエネルギーはどうなるのです。講師は WWF JAPAN の山岸さんです。山岸さん、はじめまして。よろしくお願いします。どうぞよろしくお願いします。突然なんですけど、日本のエネルギー基本計画には2030年までに新しい原子力発電所を14基以上建設するって書いてあると聞いたんですが、それって本当なんですか？本当です。しかも原子力は日本のこれから の, その中心的なエネルギーとして積極的に推進しましょうということも書かれています。ただご存知の通り、今年 の, 震災とそれから福島第一原発での事故を受けて、前の首相だった菅さんが5月にですね、この基本計画については白紙から見直しましょうということを発表したんです。そうなんですか。よかった。ちゃんと見直されることになったんですね。そうですね。ただ安心するのはまだちょっと早くてですね、見直しをしたとしても、例えばこれからも事故を受けてですね、原発は安全に気をつけて使っていきますよとかっていう文章が入ってしまったとすればですね、その後たとえ、国民のみんなが原発嫌だなと思ってたとしても、推進の流れ自体は変わらない、そういうことになってしまうんですね。エネルギー基本計画ってそんなに強力なんですか？罰則があるとかね、そういう意味での強制力があるというわけじゃないんです。ただ基本計画という名前にある通り、この国のエネルギーの基本的な方向性を決める計画なんですね。ですからその中で、このエネルギー源については推進しましょうとかっていう言葉が書かれれば、それは後で国の予算がついたりとか、あるいは補助金が出たりっていう、そういうことにつながっていく、そういう形になってます。今みんなが注目している自然エネルギーはどんな扱いになっているんですか？自然エネルギーについても一応その推進するっていうような形の言葉が入ってます。ただこの推進するっていう時のその表現がちょっと微妙なんですね。微妙って？自然エネルギーについては2つの数字が入っているんですけども、そのうち の1つがですね、電気に関する数字なんです。で、電気に関してはゼロエミッション電源、つまり温室効果ガスを排出しない電源を進めるという形になっています。で、これを2020年の段階では 50% にするということが書いてあって、2030年の段階ではこれを 70% にするという目標が書いてあります。それあまり曖昧には聞こえないんですけど、実はこのゼロエミッション電源という言葉がちょっとくせ者なんですね。なんでかと言いますと、その自然エネルギーとそれから原子力と両方が合わさってゼロエミッション電源、でしかもその 70% とか 50% という数字のそのうちのどれくらいがそれぞれなのかということは書いてないんです。そっか、原発の割合の方が多いってこともあるわけですね。そうなんです。さっき冒頭でそのパンダ君がおっしゃってくれたみたいに、14基を作るっていうことを前提として計算をして換算をしてみると、原発の割合は2030年の段階で大体 50% ぐらいになるだろうということが、根拠となる計算で分かっているんですね。そうすると、そこから差し引きをすれば自然エネルギーの割合っていうのは自動的に 10% ぐらいになる、そういう形になりますね。やっぱりそうなんですか。そうですね。あともう一つ数字があると言いましたけれども、もう一つの数字っていうのは電気だけじゃなくて車の燃料とかその他のいろんなエネルギー全部をひっくるめた数字があって、でこちらはただその目標っていう形じゃなくて目指すべき姿っていう表現なんですけど、2020年までに一次エネルギーの 10% をしてエネルギーにするっていうふうに書かれています。電気の 20% とか全てのエネルギーの 10% とかって割合的に言うとどうなんですか？結論から言うとどうしても低いというふうに言わざるを得ないんですね。なんでかっていうと、世界的に見ても自然エネルギーっていうのは成長産業でどんどん今増えている状況があります。
それから日本の国内の必要性、まあ、この間の震災とかそれから福島原発の事故を受けた後の日本の国内での必要性ということも考えるとこれらの目標っていうのは低いですし、それから現実問題として日本の中での自然エネルギーの伸びっていうのは決して早いものでは今のところないんですね。その現状を打ち破るためにもエネルギー基本計画の見直しが必要というわけなんですね。そうなんです。エネルギー基本計画というのはもともとの、まあ、決まりではですね、大体3年ごとぐらいに見直すということになっているんです。でただ実は去年このエネルギー基本計画については見直しをされて新しいものが作られたばっかりなんですよ。でそこへ来てこの今度の震災と原発事故が起きてしまった。でこれを受けて今年、まあ、やっぱり間違っていたということで改めて白紙から見直す、まあ、そういうことになっているので今がそのエネルギー基本計画を変えて日本のエネルギー政策の方向性を大きく変える最大のチャンスということができると思います。なるほど、よくわかりました。山岸さん、今日はどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。ではここで皆様にお願いです。 WWF では現在エネルギー基本計画を変えようという署名を集めています。自然エネルギー 100% の実現や原発の段階的な廃止が明記されたエネルギー基本計画にしていくためにぜひ皆様ご協力をお願いします。それでは今日のワイルドアカデミーはこれで終わります。またお会いしましょう。